皆さんこんにちは。今回は、無凸白年アタッカーはどうなの？って動画ですね。白年は元素スキルでヤコンのカゴ状態に入り、岩アタッカーとしても戦うことができます。ただし、注意点があって編成に結晶可能な元素が2枠以上いるとヤコンのカゴ状態が強制解除されます。一般的な白年の使い方をすると、バフして退場が多いのでその使い方はできないということですね。ちなみに、ナタだと、2元素以上結晶可能元素を入れていても、ヤコンのカゴ状態は強制解除はされずに延長できます。こんな感じで年層消費して、継続して戦えますね。ただ、今回は螺旋とかをテーマにしたいのでこれは考えない方向でいきます。で、白年アタッカー運用についてですが、テンプ依存は通常攻撃になります。一見当たり前じゃん、って思うかもですが最近のキャラは大体元素スキル依存が多いです。あとは余談ですが落下攻撃は強化状態関係なく防御力依存なんですよね。何か面白いことできるんでしょうか。一応通常攻撃については、通常時は攻撃力。強化状態の時は防御力依存へ変化します。ちなみに、ダッシュすると夜根値を消費するため、棒立ちでひたすら殴らないと攻撃時間ごと減ります。ですので、ほぼほぼ勝利要求が強いですね。あるいは一定の中断体制でお祈りする感じでしょうか。ダッシュすると年素も瞬間的に多く減ってることがわかりますね。一応アタッカー白年の特徴として、ヤコンのカゴ状態であるとき、通常攻撃と落下攻撃ダメージがアップします。落下攻撃は無凸でも全然できますが、一瞬でヤコン値がなくなるので、通常攻撃運用が基本おすすめです。元素爆発についても、回復ではなくダメージが3回になります。ですので、回復しながらアタッカーする路線はほぼ不可能なので、爆発は回せれば回すくらいで、基本は通常で殴ってダメージを出してもらうのがいいと思います。ってことで、実戦その1です。武器は、鍛造武器を使いました。精錬4ですが、鉱石足らなかった。まあ、防御力 4% や 6% 変わったくらいで、大きな変化はないでしょうってことで進めます。みんな大好きマトリックスくんです。編成は岩4編成を使いました。白年は強化状態の時は常時岩ダウンが発動するので、岩耐性ダウンさせながら裏から千織に殴ってもらえますね。爆発のダメージを伸ばすなら強化中に打つ方が耐性ダウンとのシナジーがあります。って感じで、マトリックスくんは透明化前には倒しきれませんでした。まあ、微妙に CT が回ってないだけといえばそうですね。岩4は白年というより、サポート4セットを渇望していますね。岩4で使うと、勝利と五郎が爆発回しとシールド耐久盛りくらいしかほぼできません。ですので、ダメージ上限が制限されている感じがしました。今更ですけどね。一等は最低限攻撃力も参照しますからね。それでは、ビルドについてです。ビルドについては、モチーフが一番高くなります。ただし、貫突前提だと、ウラク、ハラン、モチーフで 120%、110%、100% 程度の差になります。ただし、黒曜セットを使う場合はハランの会心率に注意してほしい感じですね。星4と星3だと黎明か鍛造。黎明は HP90% 制限があるため、鍛造を作る方を個人的にはおすすめしたいです。最低限精錬3以上あれば十分だと思います。というか、基本横ばいですからね。黒剣があれば黒剣も採用候補です。黒曜想定のため万眼はラインナップに入っていないんだと思います。火管使うとかなら全然採用できますね。そして、こちらの方の計算だと波乱は低めになっています。一応率は溢れてもいいけど、できるだけ溢れない想定がいいですね。五郎入りの場合は貫突五郎が会心ダメージ 40% 配るので、少々率過剰でも五郎が補ってくれます。ステータスについては、防御、岩、会心が優先で、黒曜なら防御メインも可能です。頭についてはサブステータスで決めやすいですね。2% の差なので、十分変更可能な範囲です。コップはちょっと厳しめかなって感じ。生物については、黒曜が 100% なら火管は 90% 程度になります。ですので、黒曜があればもちろん採用ですが、強い火管があったり、あらかじめ用意されているなら火管を使い回しがいいでしょう。もちろん、絵巻と一緒に取れるので最終的に乗り換えがおすすめですが、ただ絵巻を一生懸命厳選するものかと言われたら怪しいので、黒曜を狙う予定がある人は考慮って感じかな。もちろんですが、自分も揃えば最終的に黒曜にする予定です。ということで、こんな感じですね。ファントムも大体火管と似たような水準になります。ですので、黒曜が結局最適解なので、厳選予定の人は黒曜がいいでしょう。絵巻については、編成にサブアタッカーを2枚くらい入れるなら候補。ただし、カチーナ入れてそっちにつける方が無難です。って感じでしょうか。あとは実戦とその感想を紹介していく感じにします。
一応今回は、誕生武器精錬4、加冠、会心ステータスはこんな感じで白年はビルド固定でやってきました。テンプは888です。それでは、先ほどの岩4編成からです。使ってみた感想ですが、やや CT が突っかえる感じが気になりました。端的に言うと元素反応を捨てた編成となっているため、おのおのが順番に設置するだけで1周が終わります。五郎の爆発 CT が微妙に足りないので、千織の爆発暇な時に撃つしかないか、くらいでしょうか。ちなみに、ヤコンのカゴ状態の通常攻撃ダメージは祝福で 80% アップするので、超パワーアップされてはいますね。編成単位でもちゃんと全員星4武器しか装備させてないので、千織はシナバースピンドルを採用しております。一応ですが、白年は祭礼を発動できないので、そこは注意ですかね。まあ早々つける人はいなさそうですが。ってことで、岩4編成でした。今回の螺旋はヤコンのカゴへの超絶バフがあるため、気になっている人は試してみてください。後半の1層は1分10秒から1分20秒くらいでクリアできたので、思ったよりこの水で具を殴っている感じがしますが、少なくとも今回の螺旋においては十分戦力になるレベルのタイムを出してくれています。もちろん、モチーフ持っているならかなり上がるため今後の螺旋でもいけると思います。続いて、落下攻撃編成です。重大な欠点としては、関運の落下攻撃満了までヤコンのカゴ状態が続きません。あとは中途半端に引っかかる時があります。区間ダメージで見れば意外とダメージは出ている気がするんですが、バフの時間をマックスで殴れないのでそこがどうしても気になる感じがします。あとは今回の螺旋配置だと落下攻撃はサポートされないので、多分この編成組んでも通常で殴り続けた方が強そうな感じがします。とりあえず螺旋の祝福を無視してまで活躍できるかと言われると怪しい編成です。一突白年だった場合は、継続時間が伸びるので、この編成も使いやすくなると思います。無突で使うなら岩4の方が今のところ適性は高いですね。今回の後半は2分くらい、1分50秒くらいでした。関運が風4つけている部分もありますが、ちょっときついなって感じです。そして、カチーナ採用編成です。カチーナに絵巻をつけて、ダメバフ 40% を巻くことができます。問題点があるとすれば、カチーナの育成不足ですね。うちのカチーナはほとんど絵巻用で大して育成していません。テンプレベルもスキル10爆発6なので、やや低い水準。あとは単純に絵巻で火力ビルドの厳選なんて時期的に終わっているわけもなくって感じで、難しい感じですね。この編成もパーツ不足感がありました。五郎の時間問題はカチーナ育成して、カチーナで爆発スキルで殴って、その後スキルを再設置して、白年に回すとクールタイムは意外と改善しました。パーツ不足はヒーラーの部分ですね。基本的に絵巻つけてもその枠をバフしたところでほとんど意味がないことが多いです。そうなると、ココミかシグウィンになるんですが、ココミはそもそも竜殺しが編成的に採用ができなくて、清風も会心が出るわけないキャラなのでほぼ無意味です。ですので、祭礼つけてお茶を濁すスタイルになります。シグウィンはスキル CT が長いので祭礼発動祈りゲーミングになるかもしれません。こういう時攻撃依存だと適当にベネット出して強い編成が生まれるんですが、白年は攻撃力依存がない都合上、絵巻採用するとして4枠目同寸の問題が発生しますね。ってことで、総評とイエラン勝利編成。アタッカー白年ですが、岩4ならまあいけるという感じでしょうか。あとは勝利イエラン千織も結局白年自体のパワーは抑えられていますが、強いサブアタッカーを積みながら殴っているのでまともな編成になっていると思います。使ってみた感じさすがに環境編成ほどのパワーはないのと、螺旋攻略は編成要求は高めですが揃っていればいけるレベルだと思います。特にモチーフありなら十分いけるでしょう。今回はバフが強いので岩4やイエラン千織勝利で成立してる感がありますが、今回の強烈バフがない場合は結構ビルド要求は高くなりそうな感じします。黒曜は今回使っていないので、黒曜セットが完成していればもっと編成パワーは上がるでしょう。一方で、アタッカー白年は全てのテンプレベルを要求するため育成コスパはかなり悪いです。ですので、気分転換用ですね。ただし千織みたいに貫突しないと役に立たない元素付与ではないので、おまけにしては十分高品質です。ラーメン頼んだらチャーハンもおまけでついてきたようなもんです。ですので、通常殴りモーションとか、打撃感が好きな人は考慮してみてください。ただし性能を求めてアタッカー運用することはお勧めしません。千織や貫突五郎とかを考慮する必要があるため、結局そこで行き詰まるかもしれませんけどね。また、岩ヒーラーの欠如は結局気になる部分があったので、万が一岩ヒーラーが出ればこの編成はフリーな入りで強化される可能性がありますね。ということで、アタッカー白年についてでした。
以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。